はい、はい、オントロジーの構築入門と題しまして、角張りが説明させていただきます。まず主な流れは、オントロジーとはから始まりまして、オントロジーの役割、オントロジーの利点、オントロジーの構成要素、そして例として乗り物のオントロジー、そしてインスタンスモデルの概要を順に説明していきます。まずオントロジーとは、共通語彙括弧概念を提供する体系化された辞書であります。まず、計算機などに知識を記述する際に、統一された語彙ではないと、記述したその知識を他の場所で利用しようとしても、共有がうまくいかなかったりだとか、利用がうまくいかないという点があります。そういう際に、計算機などに知識を記述する際に用いる語彙をオントロジーとして定義することによって、共有がしやすくなったり、その知識を他の部分で利用することができるようになります。ですが、オントロジーは単なる辞書のデータとは異なりまして、知識の背景にある暗黙的な情報を明示することができます。下に例がありますが、ドーピングという言葉があります。スポーツの分野では、選手が薬物を摂取して、不正行為を行うという意味がありますが、材料の分野では、材料に添加物を加えることによって材料の特性を変えることという意味があります。このように、一つの言葉に対しても、その言葉が使われる環境によってその意味が変わるという状況が十分にあります。ですので、その暗黙的な、その言葉が使われる暗黙的な背景や、その情報を明確にすることが、オントロジーの重要な役割だとされています。ですので、概念にどのような語彙を用いるかよりも、その概念がどのような意味を持つかということに重点を置いて、そのオントロジーという言葉を考えていきます。オントロジーに基づいて記述することによって、その知識が表している内容を明確にすることができます。それによって、オントロジーは相互理解を助けることができます。例として、システム開発を取り上げますと、設計者がどのような意図でそのシステムを組んだのか、どうしてその仕様にしたのかということを、その伝えたい側の方と共通の語彙として、オントロジーに定義されたその共通の語彙を使うことによって、その説明がお互い分かりやすくなるという、お互いの相互の理解を助けることができます。ですので、計算機を利用するとは関係なしに、あらゆる知識を扱う際に、その基盤として役立つものがオントロジーであると言えます。オントロジーは概念クラスと意味リンクによって構成されています。概念クラスは辞書でいう見出し語に相当するものでして、意味リンクはその概念と概念をつなぐ、関係を表すものであります。次が乗り物のオントロジーですが、この四角いものに囲まれているのが概念クラス、矢印が意味リンクとなっております。先ほどの図にもありましたが、このサブクラスオブと書いた意味リンクが意味していることは、自転車が二輪車の一種であるということを、この図によって示しています。ですので、二輪車が乗り物に属の一種であるということや、自動二輪車が二輪車の一種であるというふうに、この図から読み取ることができます。このような概念間の構造を概念分類階層と呼びます。この概念分類階層において、
下位クラスと上位クラスというものがあります。こちらの例で言いますと、自転車が下位クラスになりまして、二輪車が上位クラスとなります。下位クラスは分類された子にあたる概念、上位クラスは親にあたる概念となっております。そこで下位のクラスは上位のクラスのすべての定義を満たしているということになります。ですので性質の継承によって、こちらにしますように、二輪車が車輪を2つ持つ、このハズパートというのは、二輪車が車輪を2つ持つということを意味しています。ですので、二輪車の下位クラスである自転車は車輪を2つ持つということをこちらの図から読み取ることができます。ですので自転車と自動二輪車の違いは、自転車は2つペダルを持っていますが、自動二輪車はペダルはなくエンジンが1つあるという違いがあります。ですがそれ以外の車輪が2つあることや重さという概念がある、人間によって所有されるものであるという概念は、自転車、自動二輪車に共通する概念としてあります。ですので共通する性質は、この自動二輪車と自転車の上位クラスである二輪車の性質として書くべきであるところであると言えます。ここから具体的なインスタンスモデルの概要と題しまして、先ほどの乗り物オントロジーに基づいたインスタンスモデルがこちらの図になります。インスタンスモデルというのは、現実世界にある個別のものを表しているものでして、そのものを個物と呼びます。この自転車1というものは、先ほどの自転車クラスのインスタンスモデルでして、実際現実世界の自転車は車輪が一つ、前輪があって後輪がある、そして18キロの重さがあって、こちらに例として山田さんという方に所有されているということが、このインスタンスモデルから読み取ることができます。先ほども説明しましたが、先ほどのインスタンスモデル自転車1というものは、自転車というクラスに属する一つの個物ということで、インスタンスオブというこちらの矢印で示すことがあります。同様に、先ほどの前輪だったり後輪、重さ、所有者という概念についても、それぞれインスタンスが先ほどのように存在しています。このようにオントロジーの概念クラスは、所属するインスタンスに共通する性質を定義したもの、これを概念の内包と言います。つまり先ほどのこちらで図で言いますと、自転車という現実世界の自転車1というインスタンスを説明しましたが、それはペダルを2つ持つということも、この自転車クラスのインスタンスであるということから分かり、自動二輪車のインスタンスがあるとすれば、エンジンが1つあるということを、この概念クラスから読み取ることができます。また対象の世界にある全てのインスタンスの集合を概念の外縁と言いまして、この現実世界で言えば自転車が、たくさんあり、そのたくさんあるインスタンスを集めたものがその外縁ということになります。こちらは今回参考にしたその文献でして、以上で終わります。